はい、こんにちは、こんばんは、たかです。まずはじめに、楽天 FX ですね、新規口座開設で、環境認識に関する限定動画というのをね、プレゼントしています。興味ある方は、概要欄の方にリンクの方を貼っておりますので、ご覧になってみてください。ということで、まあ、今週はもう主役は株でしたかね。すごくやっぱり株が強くて、まあ、ニューヨークダウ、日経平均、あとは他の海外のね、株価なんかも軒並み、史上最高値更新みたいなことになっていましたけども、では為替相場に目をやるとどうかというと、実はそんなに大きな動きがあったわけではなかったんですよね。ただまあそれでもね、これだけの動きがありましたから、この株価が買われた時ですね、為替相場がどうなったのかというのはしっかり押さえておく必要はあると思います。これ言い方を変えれば、リスクを取っていくような相場ではどういった動きが出てきやすいのか、リスクを取るような相場でない場合はどういった動きがじゃあ逆に出てきやすいのか、これを知るためには今週の値動き、これがまあ一つのヒントになってくるかなと思うんですよね。ではそれを踏まえてチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、4時間足に週足を重ねています。ドルですけども少し上値が重いんですね。週足陰線になっています。まあ、売りが入ったということですね。実は先週も高値から強い売りが入ったりもしていますので、上値が重いのはこれで2週連続上値が重いということになりますね。なんならその前の週もね、上髭つけていますから上値が重いということになっています。これだけ売りが出てくる理由というのは、まあ、やっぱりこの過去にあるんじゃないかなと。下落トレンドの、まあ、ここは戻りの高値なんですね。ですからまあ抜けてくれば話は変わってくるわけですけども、まあ、少なくとも今週、先週、先々週のこの動きを見ると上値は相当重そうだなというのは見えてきますね。であればこう戻り売り環境というのは見えてきますから、どうしてもこうドル売りは気にしてしまいますね。ただそれを言うんであればその前、ここには上昇トレンドがありますから、上昇トレンドの押し目買い環境というのもこれも全然あるかと思うんですね。ですからまあこういった攻防はすごく生まれやすい場所だと思いますから、まあ、流れが止まっての調整局面、レンジ相場を僕は想定しているんですけども、まあ、現在のこの環境を見ていくと、まあ、上値重い場所は見えてますからね。高値は僕はもう見えてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、一方でじゃあ安値はとなってくると、この安値がまだ見えてこない。まあ、もちろんこの安値が見えてくるとリバウンドとかね、ドル買いの流れも見えてくるかと思うんですけども、まだこの安値が見えてない。であればまあそれが見えてくるまでは、まあ、ドルを売っていく流れはこう出てくるかなというふうに思うんですね。ということで、まあ、週足環境を見ていくと、この戻り売り、これが今はしっかり入っているような状況だと思います。これをひっくり返すと思えば、この3週間ほどでつけたこの高値、104.70 ポイントですかね。このあたりをもう一度こう抜けてくると、まあ、これは話変わってくると思うんですけども、まあ、そういった状況が生まれてくるまでは、まあ、このあたりは高値圏、ドルは売っていく流れを想定はしておきたいですかね。まあ、一方でこのあたりにサポートをなんとなくこう見えてきそうだなというのは、考えてはいるんですけどね。ただまだはっきり見えてはいないと。これがはっきり見えてくるまでは、まあ、ドルを積極的に売っていくということにもなってはきそうです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ただ冷やし環境を見ていくと少し景色が違うんですね。ここに上昇トレンドが見えていますけども、ここの波の起点、例えば木曜日のこの下髭、金曜日なんかもそうでしたけども、このあたりどうしてもやっぱり抵抗は受けてしまってますよね。これはまあ押し目買い環境ということにもなってきますから、割れてこなければまあ買いが入ってきやすい状況というのがこのあたりに見えているかと思います。ただ一方でこれだけまあサポートが強く見えてるわけですからね、もっとこう買われてもいいようにも思うんですね。例えば特にこの金曜日なんかはね、僕はもうこれだけの下髭でしたから、もっとこう買いが入ってもいいのかなと思ってはいたわけですけども、そうはならなかったわけですね。上値は相当重いと。これは高値からの下落トレンドの戻り売り環境ということにもなります。結果、押し目買い、戻り売り、こういった流れの決着というのがついてないですからね。結果的にまあレンジということになってるんかなというふうに思うんですね。レンジが見えてくるんなら、ドル売りを意識していくんなら、まあ、レンジの上からですね。ドル買いを意識していくんなら、レンジの下から、これが基本になるかなと。僕はもう上位足の環境からもね、まだドルは上値が重い、ドル売りは見たいなと思いますから、ここにレンジが見えてくるんなら、まあ、レンジの上からですね。戻り売りは強く意識して値動きは来週も見ていこうかとは思います。まあ、すると、この突っ込んだところでドルを売ってしまったら怖いですね。というのも、レンジが見えてるわけですから、下ではやっぱりこう買ってくる人は多く出てきそうですからね。まあ、ドルショートを見ていくんであれば、下の方でこう突っ込んだ場面において、まあ、ドルを売っていくのは、まあ、少し気をつけたいということにはなってきそうです。はい、変わりましてこちらが円指数になります。4時間足に週足を重ねています。円指数ですけども今週も弱かったですね。売りが入りました。これね、冒頭でも触れましたけども、株価が強くなった時に、強くこう売りが出たのが、まあ、円だったわけですね。
もちろん来週もそうなるとは限らないわけですけどね。ただ今回、そういった値動きが出たわけですから、仮に株がもう一度こう買われてくるんなら、円は弱い流れを想定できますしね。仮に株が崩れてくるんなら、円が買われてくるかもなというね、そういった準備もできるかと思うんですね。そしてこの円自体の環境を見ていくと、実は去年の最安値、このヒゲ先部分ですね、この安値を少し割り込んだんですね。つまりこう安値更新の動きが出たわけですけども、それがそのままこう安値更新の動きにはつながらなかったんですね。リバウンドが入っています。結果的に少し戻して引けているわけで、このサポートはまだもちろんこれは効いているということになりますね。ただ株価がね、強い間はこの円というのはどうしてもこう売りが出てきやすい。これは今週の動きでしたからね、来週もそういった動きになりやすいのかなと思いますから、株が強いうちはなかなかこのリバウンドは期待できないかもしれませんけども、では円を売っていくのかと、売っていくにしても今のこの位置ですからね、すごくやっぱり売りにくい位置にはなってきてしまうかと思います。ただ買いを見ていくには明らかにチャートは弱いわけでね、目先はすごく弱いんですね。買っていくには弱すぎる、売っていくには安すぎるという状況が今のこの円相場だと思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見てももうずっと下落トレンドなわけですけども、この金曜日が一つポイントになってくるかもですね。だいぶ下げてはいたわけですけども、しっかり戻して引けています。冷やしを見ていくと十字線なんですね。このあたり、一旦流れを止めたというのは、僕はすごく大事な動きだと思います。止めたんであればね、少なくとも調整局面を見ていきたいわけですから、すると現在地はだいぶ突っ込んだ場所に今いるかなというふうに思うんですね。少し円は買い戻しに警戒はしたい場所になりますかね。冷やしチャートを見ていくと下落トレンドは継続してますから、戻りが入れば戻り売りを見ていくんだと、何も間違いではないと思いますけども、ただ上位足を思い出していくと、この下には去年の安値があったわけですね。少し抜けたわけですけども、抜けたところでこう買いが入ってきているわけですから、去年の安値、こういったところがもし効いてくるんであれば、何かがきっかけで買い戻しは強く出てくるかもしれません。この何か、例えば一旦安値を割り込んだとかね、そういったのがもしかしたらこうきっかけでね、買い戻しも出てくるかもですね。なので、チャートだけを見ていけば円というのはすごくやっぱり弱いんですね。どの子を売っていくようなチャートだと思います。流れもそうだと思いますけども、やっぱり去年の安値、あとはこの金曜日の動きですね。こういったのを見ても少しこの円には買い戻し、これへの警戒感というのを持ってもいいのかなと。この買い戻しはあくまで調整の戻りに過ぎないですからね。これを積極的にロングしていくのか、それともこの円の戻り売りを見ていくために、売り場を丁寧に探していくのか、このあたりは人によってね、判断は分かれるところだと思います。無理にこうロングをしていく必要は僕はないかなというふうに思うんですけども、ただ円を売っていくにしてもね、売っていく場所は大事だと思うんですね。例えば金曜日一旦流れを止めているわけで、このあたりは明らかに安値圏というのが少し見えてはきています。こういった環境においてここで円を売るかどうか、そこは慎重になってもいいのかなとは思いますね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。今週 NVIDIA の決算、これがあった後にね、相場の方がよく動いたように思います。ポイントはここでしたかね。これ以降株価がすごく強かったわけですけどね、その時にすごく反応した通貨ということで、ドルと円がやっぱりこれ目立ってますよね。売りが入っています。リバウンドなんかも入ってはいるんですけども、ではすごく強いリバウンドが入っているかというとそういうわけではないんですね。売られた分は買い戻されていますけども、それ以上買いが入ってきているという状況ではないかなと思います。株価もね、さすがにこう短期では上げすぎですかね。若干上値が重い形も出てはいるんで、もしかしたらこの株価ね、来週も上値が重い状況は出てくるかも。そうなったら円の方もね、これは株価が上がれば売りが入ったわけで、株が下がれば買い戻しが入ってくるかもしれませんよね。当然そのあたりは横目に見ながらということになってくるかと思いますけども、もう一つ注目をしたいのがこのドルと円との同期性。このように見ていただくともわかるかと思いますけどね、ほぼほぼこう同じように動いているわけですよね。特にこの木曜日と金曜日の動きはもう顕著に出ているかと思います。こうなってしまうとすごく難しい通貨としてやっぱりドル円というのが出てくるんですね。ドル円というのはこのドルと円との通貨の価値の差ということになりますからね。このように同じように動いてしまうとその価値の差が生まれないわけですよね。金曜日なんかもまさにそういった状況ですからね、買いが入ったり売りが入ったりという、そういった状況が生まれやすい。なかなかトレンド、例えばこう高値を抜けてくるとかね、安値を割り込んでくるとか、そういったトレンドもすごくやっぱり生まれにくくなってしまうと思います。これ最後まで似たような動きでしたからね、こういった状況は来週も続きやすくなるかなと思います。これ実は冷やしチャートを見ていくと、ドル円なんかもずっと冷やしレンジ相場ということになってくるんですけども、他の通貨ですね、例えばドル層を見ても黒線を見てももう高値抜けてるんですよね。すごくやっぱり流れが出てます。ドル円だけがこう動かないという状況に今なってしまってますんで、
まあ、こういった状況を来週はまずは見ていくことになると思うんですね。ですからこうレンジ相場、まあ、行ったり来たりみたいな動きが得意な方はね、ドル円を見ていくと面白いかもしれません。一方でトレンドが出ている相場、まあ、動く相場というんですかね、そういった相場が好きな方はね、ドル円よりもドル相、もしくは黒線あたりを注目した方が面白いかもしれません。まあ、なんせね、この木曜日金曜日とこのドルと円との同期性というのがこうはっきり出ていますからね、来週もまずはこの環境をしっかり追っていくことになると思います。そうなるとまあドル円、まあ、大きな値動きは、まあ、すぐにはまあ期待は難しいかもですね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、しわしわ重ねています。しわし環境見ていくと今週も陽線ということで、上昇トレンドは継続して出てはいるんです。ただこの週足の中の動きですね、細かいところを見ていると実は明確に高値をブレイクしているわけではないんですね。明らかに上値が重い形が見えてきています。さらにしわし環境見ていくとこの前ですね、152円の手前ですけども一つの壁があるんですね。まあ、当然これは今もわかっているわけでね、目の前に壁があると、この壁を前にして少しこう上値が重くもなってきているということになりますので、まあ、一旦このあたりで値動き止まっての調整レンジは意識して見ていくことにはなるかなと思います。まあ、すると、まあ、少しこう上を試すような動きがね、出てくることもあるかもしれませんけども、これがそのままスコーンと抜けていくかと言われると、まあ、そこまでの動きを期待するのはまだ難しいのかなと思います。あとはこの木曜日金曜日あたりのドルと円との同期性、これが出てきてしまうと本当にこう動きが鈍くなってしまいますから、まあ、鈍くなるということは見えている高値、もしくは安値、こういったところを抜けていくというのもどうしてもやっぱり難しくなってしまいます。ドル円はやっぱりレンジを強く意識して見ていく相場ということになってくるんじゃないかなと思いますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。まあ、冷やしを見ても明らかにレンジが見えていますよね。この前には上昇トレンド見えてますから、まあ、チャートは強いんだと思います。強いのは強いと思うんですけども、なかなかまあ今はもう高値抜けていかないと、安値も割っていかないと、なんだかんだでも2週間近くこういった動き続いているわけで、まあ、ここからこうブレイクしていくためには、まあ、何かきっかけは欲しいところですね。来週は月末も絡みますからね、そういった意味では、まあ、そういったのが、一つのきっかけになるかもしれませんので、まあ、当然油断はしないように見ていきますけどね、現状はこの151円の手前あたり、もしくはこの下サポートですね、149円の後半あたり、このあたりは、まあ、来週は強く意識はして見ていくことにはなると思います。現在地今ここですからね、ということは今やっぱりこう151円の手前あたり、こういったところはこう売り圧力は強くかかってくるかなと、仮にまあ下がってきた場合ですね、149円の後半あたりは、まあ、やっぱりこう買い圧力は強くかかってくるかなと。まあ、もちろんレンジというのはいつか抜けてきますけども、少なくとも木曜日金曜日はこのドルと円との同期性というのがはっきり見られてましたんでね、まあ、こういった状況が続くうちは、なかなかまあブレイクは難しいんじゃないかなと思ってはしまいますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくとより具体的な、抵抗体というのが少し見えてきますかね。例えばまあ上だと150円の60とか70、このあたりは強い抵抗として今後も見ていくことにはなりそうです。一方で下のサポートは149円の80付近、まあ、現在ね、レンジの下から上までこういった上昇トレンド見えていたわけですけども、まあ、ここをですね、もう一気に潰されたことで、まあ、上値の重さが見えています。まあ、つまりこの下レンジそばになってるわけですけどね、再びレンジの中に戻ってきているわけで、まだサポート割れていないですから波の反転は起こってはいないですけども、まあ、仮に、次ですね、次はこうレンジの上から下まで、見ていくんであれば、越えないといけない壁というのが見えてくるわけですね。まあ、これが150円の40付近になってくるかなと、波の反転見ていくためにはこの150円の40をブレイクしていかないといけない。あとはもう買いたいか売りたいか、ここはブルベの分岐点と見ていけばいいかなと思いますから、もし買いたいと思うんであればね、こうやって150の40、こういったところをこうバックに買い場を探っていくのはいいかなと思いますし、仮にまあ売っていこうと思うんであれば、まあ、これを抜けた後の戻り売りであったり、あとはまあ抜け期待ですかね、期待をするためにまあ高値から売ってみたり、これがまあシナリオとして見ていくことになるかなと思います。まあ、もちろん、ただこれ抜けてしまったらね、これも環境変わりますから、ショートしていくんなら抜けたらどうするか、まあ、付き合っちゃダメな動きになってくるかと思いますんでね、ロス方なんかもこのあたりは徹底してやっていくことにはなると思います。まあ、そもそもの話としてね、僕がまあ監視をしている通貨の中でもドル円というのがまあ一番動いてないんですね。ブレイクしていないという環境もありますから、まあ、そもそもがまあ難しい環境と。それでもまあ、あえてトレードしていくんであれば、まあ、こういった流れが見えてくるかなとも思いますけども、まあ、基本的にはね、流れが出てないですから、まあ、無理をしなくてもいいのかなと思います。
まあ、チャンスがあれば、手を出していこうぐらいの気持ちでいいのかなと思いますね。現在地は、まあ、レンジを見ていく場合は、まあ、高値圏かなと思いますから、まあ、若干ね、僕はまあドルの上値の差を継続して見ていこうかとも思ってますので、まあ、売りは意識したいところですけども、ただ、まあ、売りを見ていくための大事なサポートはまだ割り込んでいませんからね、そこは慎重に判断はしていくことになると思います。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD、4時間足に一応消化されています。ダウ平均これどこまで上がるんですかね。まあ、NVIDIA の決算という、まあ、大きなイベントは通過して、そしてまあ、いい流れで今上がってきてるわけですけども、そもそもまあ、今週がね、波の起点になってるわけではないんですね。そもそもダウというのはもうこの辺りからずっと上げ続けています。今週も高値更新していますからね、全く流れも止まっていない、来週も高値更新はもうこれは全然あり得る、まあ、そういった環境だとは思いますね。ただまあ相当上げてきているという事実もありますから、上値が重い状況が何か見えればね、警戒心はこれは持つべきだとは思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ただこの短期足、冷やし環境を見ていくと、上値が重い何かが見えればのその何かが全く見えてこないんですね。むしろ高値は更新してきているわけで、強い上昇トレンド、高値も抜けてきてますからね。まあ、全くこう売っていくような状況ではないんですね。まあ、大事なポイントは38,900ドルですかね。ここを抜けたから強い流れが出てきているわけで、仮に反転とか、崩れとか、そういったものをこう見ていこうと思えば、再び今ここを割り込んでいかないといけない。ブルビアの分岐点としてこの38,900ドルあたりは、見ていくことにはなると思います。まあ、すると今をこう全く割り込んできてないわけですからね。多少押しが入ることはもうこれはあると思いますけどね。まあ、シンプルにまずは押し目買いは狙っていきたいところですかね。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、4時間足に一応消化されています。今週は、まあ、市場最高値を更新と、今までちょっとこう、押さえつけられていた部分もあったかと思いますから、まあ、そこがこう、ブレイクしてきたということになりますからね、当然、まあ、勢いはつくかと思います。まあ、チャートだけを見れば、来週も高値更新はもう全然ありそうですね。売りを見ていくような状況は、全く見えてはこないです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ただまあ冷やしを見ていくとちょっとこう嫌な形も見えてきますかね。例えば金曜日、上値が重い形は見えてますね。まあ、一旦の抵抗は見えたかなと思います。ここには上昇トレンドが見えています。まあ、確かにまあこのあたり高値抜けてきましたんで、まあ、こういったね、波を描いてもいいと思うんですけども、ただこのサイズ感で見た場合、このサイズというのは波のサイズですね。例えばここの調整レンジ、まあ、これぐらいのレンジ幅なわけですね。これフィボナッチなんかを当ててやるとわかると思いますけどね。全く押しとしてはもう機能してないぐらいの押しなんですね。押しはすごく浅い。まあ、そこからの高値更新なんですね。まあ、高値を更新してきてますからすごく強いのはいいんですけどね。ただここを調整レンジと見ていいのかどうかというのは少し意見が分かれてくるところかなと思うんですね。ではですけども、今回金曜日、一旦流れが止まりました。ここをもし、仮の高値とすればですけどね、ここまでフィボナッチを引いてやると、どうですかね、上昇トレンドの調整局面としては、まあ、いいサイズになってこないですかね。まあ、こういったレンジというのは後にならないとわからないんでね、先取りでまあ見ていくためには、ある程度こうね、先のまあイメージはこう持って見ていくことになるわけですけども、仮にまあこういったレンジになってくるなら、まあいいサイズ感。まあ、金曜日一旦流れが止まってますからね、仮にまあドーンとまた買いが入るは別になります。話は変わってきますけども、そういった動きになってこないんであれば、ここを一旦の高値圏としてまあ調整レンジを見ていくのも面白いかもしれません。まあ、すると、この波の反転とかね、チャートの崩れとか、そういったのを考えていくのはまだ僕はもう全然早いと思いますね。チャートはすごく強いと思うんですけども、調整としてレンジの上から下までぐらいは、これはあってもいいのかなと。まあ、すると、まあ短期でね、こういった調整をショートで見ていくのも一つの考え方。ただまあチャートはすごく強いわけで、こういったのをショートで見ていくというのは逆張りになってしまいますから、まあシンプルにね、下がってきたところ、こう、締め買いを狙っていくのもいいと思います。このあたりはね、その人の考え方次第ですから、どう考えてもらってもいいかなと思うんですけども、問題は今のこの現在地ですね。調整レンジがもし見えてくるんなら現在地は高値圏ですから、チャートはすごく強い。まあ、これは十分わかるんですけども、わざわざ高値で買う必要はないと思いますんでね、そこは慎重になってもいいのかなとは思うんですね。まあ、明確にこうブレイクしてくれば、まあ、諦めると割り切っていけば、まあ、売りやすくもなってきますかね。少しまあ高値警戒感は見ていこうかなとは思います。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、4時間足に一応消化されています。まあ、消費環境見ていくとも全然動いてないですね。レンジそば、今週も結果的には高安抜けていないということで、レンジの継続、見るべきポイントがあまりないんですよね。
はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。まあ、日足を見ても行ったり来たりですけどね、現在地を見ていくとやっぱり若干の高値圏は、見た方がいいかもですね。2040ドル前後というのは、過去に何度もこう抑えられているポイントになりますから、まあ少し抜けたりとか全然あると思いますけどね、上値の重さは意識してもいいと思います。ただこの目先の動きを見ているとむしろ逆なんですね。すごく強いトレンドが出ていて、金融日も高値を超えて引けてきていますからね、流れはすごくいい。ただ明確に高値は抜けていないというのもありますからね、高値警戒感は持ってもいいのかなと。買っていく、まあ、強い流れをここ出てますからね、いいと思うんですけども、買いを見ていくには若干高値圏が気になってしまいます。売りを見ていく、まあ、高値圏ですからね、売りを見てもいいと思うんですけども、売りを意識していくには目先の動きがまだ強すぎるかなとも思います。これ下から変えていればいいんですけどね、今現状でポジションがないんであれば、すぐにやれることは少なくなってしまうんじゃないかなと思いますね。まあ、ドル売りがこう明確に出てくるとね、少しまあ高値を伺う動きも出てくるかもしれませんけども、まあ、ドルもあくまで調整の売りに過ぎないとも僕も思ってますんでね、そこまで大きな動きが出てくるかどうか、ただ金相場、僕もすごく底堅いのはもうこれは間違いないと思うんですね。ですからドルに大きな売りが出てくる相場なんであれば、まあ、この高値ブレイクなんかはね、期待はしたいなと思うんですけども、まあさすがに今ではないかなというふうに思いますね。もう少し、こういった調整局面は続いてしまうんじゃないかなと思ってはいます。はい、ということで、まずはドル円ですけども、まあ唯一と言っていいですかね、日足環境で見ていくと全くこう動きがない状況です。ドルと円との仲良し相場、同期性というのも見られています。なかなかまあこういった環境が続くうちは、高値もしくは安値、こういったところのブレイクは難しくなってくるかと思います。なのでこうブレイクを見ていくためにはやっぱり何かきっかけが欲しいですね。では何がきっかけになるか、こればかりはもう正直わからないですけども、今だったらこう株なんかはね、為替にも影響を与えているかと思いますから、そのあたりももしかしたら、きっかけの一つになってくるかもですね。こういったきっかけがあって動いてくればね、その時にまあ見ていこうかと思いますけども、現状はもう強くレンジが見えてしまってますから、高値151円手前、安値が149円の後半、こういったレンジを来週も見ていこうかと思います。はい、そしてこちらがドルインデックスになりますけども、まだサポートは見えてるかなと思うんですけども、ただ強ければさすがにまあリバウンドをもう少しこう入っていてもいいのかなと思うんですね。ただまあそういった強い買いは入ってこないと、サポートはされてるんだけども、ただチャートはすごく弱いと感じる相場ですかね。まあいつ下に抜けてもおかしくないかなと思いますけども、ただ今現状はまだ抜けていないですからね、来週まずはこのあたりの調整局面、レンジを想定して見ていこうかと思います。まあ、ドル売りを見たいところですから、レンジ見えてくるんならレンジの上から売っていくというのは一つの考え方、基本になってくるかと思いますから、まあ、戻り売りが最初のメインシナリオですかね。あとはこのドル、ドルを売っていくのはいいにしても、では何を買うのかですね。今円を買っていくというのはちょっとこう難しいようにも思いますので、もしこうドル売り環境を見ていくんであれば、ドル円よりもドルストの方がもしかしたらこう面白くなってくるかもですね。個人的な注目はポンドドルではあったりするんですけども、まあ、何せこうドルに関しては本当こうリバウンドが入る場面においてもなかなか入ってこないということで、サポートは見えてはいるんですけども、ただ上値の重さは相変わらずという状況ですからね。なのでまあ僕はこうドル売り、変わらず見ていこうかとは思います。ブレイクしてくれれば面白くなってくるんですけども、まあこれがどうなるかですね。あとはまあこの円指数ですね、十字線でまあ金曜日は引けていますから、まあ、若干底堅い動きが見えてきてるんですね。まあ、加えてこれは、去年の安値にもなりますから、サポートもまあ当然これはされやすい場所だと思います。まあ、簡単に決着がつくような場所ではないと思うんですね。なのでまあこういったサポートが見れば、買い戻しなんかは出てくるかもしれませんので、まあこれを買うかどうかは別にしても、まあ売るにしてもですね、買いが入ってくるかもという、まあ、警戒心は持って見ていくべきだと思います。まあ、ちょっとこうドル円ね、難しい環境ではあると思いますけども、ただまあ相場よく動いてますからね、チャンスは多いように思います。しっかり見ていきたいですね。今回は以上になります。それでは、来週も頑張っていきましょう。